皆さんこんにちは。フットボールチャンネルの F ちゃん TV MC の小島真子です。さあ皆さん、シルバーウィークに入りましたがいかがお過ごしでしょうか。私は仕事ですまあでもこうしてね、 F ちゃん TV の MC として皆さんに情報をお伝えするのが私の大きなお仕事ですので、本日も頑張りたいと思います。それでは今週も F ちゃん TV 始まります。 F ちゃん TV ではここからはゲストコメンテーターの方とともにお送りしていきます。今回のゲストはお笑いコンビキングコングの萩。誰が萩原や梶原やド頭噛むって何なんすか本当にごめんなさい。梶原とかなんかそういう噛み方だけど、萩って言うと俺噛まれたの何なんすかこれさっきも俺スタッフさんに梶山さん言われてんねん。むちゃくちゃやんか、ドアウェイやわこんなもんできるもんもできへんじゃん話ですって。さっきまで名前呼んでたのに、さっきまで梶原さん言うてくれてたのに、何言うてん、ハゲってそれ梶山さんって言うたでしょ、さっき僕のこといじめですよ、いじめは良くないよ本当にごめんなさい本当にハゲって言うて梶原です、よろしくお願いします小島さん。本当にごめんなさい、全然全然全然。お笑いコンビキングコングの梶原優太さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、いいじゃないですか、してしまった、いいハプニングですよ本当にすいません、まさか。いや僕なんですけどね、一番言いたいのは一番まさかって言いたいのは僕です。さっきまで梶原って言ってくれてたし、本番始めていきなり萩言われても何この子って僕はなっただけで、よろしくお願いしますですよ。ごめんなさい、すいません、よろしくお願いいたします。さあ、はい、梶原さんといえば、そんな言いにくい言いにくいことないでしょしっかりと、うん、大丈夫です。はい、梶原さんといえば、芸能界屈指の身体能力を持っていることで、ありがとうございます、知られているんですが、はいはいはい、サッカーはお好きなんですか。まあ、好きどころか僕もいろんなスポーツをやってたんですよ。はいはいはい、あの運動神経良かったんで、うん、いろんなスポーツやってた中で一番長くやってたのがサッカーなんですよね。おー、そう。どのぐらいやられてたんですか。小学校5年からやって5、6、中、1、2、3ってやったんですけど、小学校の時ちなみに僕大阪代表に選ばれてるんですよ。そう、ありがとうございます。すごい方ですよ。そうなんですよ。そんで調子乗って、あ、これはちょうど僕世代的にも J リーグが発足されたぐらい、あ、そうですよね、もうキングカズがブワーやってる時やから、ブワーって、そう、もうブワーやってる時やからもう J リーガーになろうって、その時に J リーガーかお笑い芸人になろうってどっちかで迷ってたんですよ。お笑い芸人はあったんですね、その時から。ずっとあって、お笑い芸人も、昔からなんかそうやって笑ってもらえるのが好きやったから、でもスポーツも好きやしどっちかなって言って悩んでたんですよ。で小学校でそうやって代表選ばれて、あ、これ J リーガーでいけんじゃないかなって、ちょっとお笑いよりも J リーガーの方が勝って、よし、これじゃあちょっと調子乗って中学めちゃくちゃ強いチーム入ろうと思って、めっちゃ大阪市で1位のチームに入ったんですよ、クラブチームに。はい、うん、そこでね、もういろんな壁にぶち当たりまして、要はそういうチームって大阪からすごいメンバーをこう揃えてくるんですよ、読んでっていう、そういうチームやから、あ、こんなすごいねやと。で、対戦相手とかもやっぱガンバユースとか、わ、そういうところでやるんですよ。すごい、もう全然ちゃうのよ小島さん。違う。すね毛ボーボーやねもう。関係あります。で、なんちゅうの、もう体が違うのよ。同い年ですよねみたいな、なんで体こんなやし、ヒゲ生えてるしいや、なんでそんな毛生えてんのみたいな、俺まだちょろちょろとしかすね毛生えてませんで、ね、僕みたいなもう頑張るんですよ、みんなすね毛ボーボーやったからねもうその時点で俺無理やなと思っていや、ほんまに毛で負けてたんですね。もう毛、もうね、まず毛で負けてた、あ、もう衝撃の毛、あれはそうね、すごい。僕はもうスピードで勝負する、体もちっちゃかったしスピードで勝負するタイプやったんですけど、はい、やっぱ体負けが半端なくて、もうその時になんかガーンって壁にぶち当たって、でだんだんちょっとサッカー熱が冷めてきたらレギュラーも奪われてみたいな、あ、これじゃもう笑いやなっていうことで
一応中3までやったけど僕もう中2ぐらいで諦めてましたね。そうなんだ、ね、これレベルが違いすぎるわと思って、まあ、それもセンスだと思うんですよ僕。ほうほう、うん、もうそっからはもうお笑いの方にチームの盛り上げ役になってました。わあ、うん、そういう風に言ってたんですか、ね、そう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 、すごい。でも、うん、だからサッカーはでも本当に好きですよ。そうなんですね。サッカー選手とも何かお知り合いもいますし。あ、そうなんですね、うん、僕は例えば昔時の人になった牧誠一郎、はい、ね、日本代表知ってるかな、世代的によう分からへんか。ジーコ監督が発表の時にマーケイって言ったの知らん。ジーコ監督は知ってます。マーケイボーって知らん。ジーコが言うてん会見でマーケイって、ほんで会場がボーってなったの。え、マキ、やっぱりマキなんやみたいなね、なったのよ。これサッカー好きの人はもう 100% 知ってると思うよ。そうなんですね、ぐらい時の人になって、その牧誠一郎は僕同い年なんですよ。で誕生日まで一緒なの。8月7日で誕生日、ちなみにのび太も一緒なんやけど、のび太牧梶原なんですけども一緒で並び、はい、でその時の人になる前から僕牧とは仲良かったんです。ジェフ市原でやってて、あのね、まあ共通の知り合いがいて、あるダーツバーかなんかでたまたま一回おったんですよ。で紹介されて、で仲良くなって、でその時はまだ時の人ではなかったの。なかったんです。で仲良くやって、また飯でも行きましょうって、何回か飯行ってる中で、あのジーコ監督のマーキーブーがあってマーキーブーね、そこはびっくりしたよ。そのもう普通に普段飯食うてた中じゃないですか、それがもう食われへんぐらい人がもう来るから。そうか、マキヤマキヤマキヤ、恥ずかしかったよ俺、ま、カジュラもいますみたいな。いやマキ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 サインくださいくださいって、もう普通に飯食って、うわー来るから。すごい、だから時の人になった瞬間を僕は知ってるんですよ、その周りをが変わった瞬間を。マキマキバーですよ、覚えといて、はい、YouTube 見せるの絶対出てくる、あんなのジーコ。本当ですか。そうそうそう、だから当時は誰が選ばれんのやろうみたいな、毎回なるじゃないですか、サプライズ枠みたいな。あ、はい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 、ね、それ見たら分かる、大体の予想はついてるけど、ついてるけど実際はどうなのみたいなところだったのが、うんうんうん、マキは選ばれたんですよ。だから会見場がブワーってなった。ほら、そう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 、マキとか ね、 もう仲良くさし、家族ぐるみで仲良くしたりとかさせていただいてるんですけども。そうなんですね、はい、大丈夫、押してる、大丈夫、あ、大丈夫ですよ、まだ出てないです。さっきスタッフさんがカンペに巻きでって書いてたからね早いんですよね。そう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 、では行きたいと思います、はい、それではですね、今回初登場の梶原さんにお話を聞いていきたいと思います、うん、ではまずは週末に行われた J1 セカンドステージ第12節の結果から見ていきましょう。はい、こちらになります、うん、さあ今節で最も話題を集めたのが大宮ルディジャ対川崎フロンターレの一戦。絶対そうやわ。そうですよね、うん、なんですけど、ホームの大宮ルディジャが3対2で勝利を収めているんですが、川崎フロンターレは前半の36分にエースの大久保嘉人選手が大宮の横谷選手に頭突きをお見舞いしてしまいまして、報復行為によるレッドカードで一発退場となってしまったんですね、うん。大久保選手は J1 通算12度目の退場で、歴代今感じ終わるからね、多いなと思って歴代2位ですよ、だってまあね、多いよね熱い選手っていうのは分かるんですけどね、めちゃくちゃ熱い選手ですよ。そうですよね、本当に僕実は大久保選手とも昔飲んだことあるんです。いいなあのまだ小島さんが小学生とかちゃうかな、だからまだあのスペイン行ったでしょ、どこでしたっけ名前、マジョルカ、マジョルカに移籍するかどうか悩んでる時に僕飲んだんですよ。だからもう大久保選手がもう悩ったら一番いい経験の時です。あ、すごかったよ。何がですか。ノリ飲みなよ飲みなよみたいな、いけいけいけみたいな。俺たまたまその席に同席したんですけども、でも俺サッカー好きやったから、うわ大久保選手やってなって、で向こうも知ってくれてて、あどうもどうもみたいな、うわ大久保選手僕大好きなんですよとか言って、あそうなの、ありがとうありがとう、じゃあマジック持ってこいとか言って、サインサイン、わあサインくれんねやと思って、どこに書くんやろ思ったら、俺のお気に入りのその時履いてたズボンに書かれてええとか言って、俺えって、でもやめてくださいと言われへんし、あ書いてある書いてあるよって、俺お気に入りのズボンにサイン書かれて、ノリノリ二度と履かれへんかったよ外で、もうそっから家に飾らせていただいて、あれもあるんですね、もうその記憶が僕大久保選手はすごくあって、もう一番いい経験の時やから、今はもうね落ち着いて年齢も重ねて落ち着いて、ね、多分そんな飲み方してないやろうけど、当時はすごかったよ、当時からだからハッスルハッスルしましたよ大久保選手は。やっぱ熱い選手なんですね。うん、
さあ、はい、その試合ではですね、その他にも両チーム合わせて7枚のカードが出る、荒れたね、大荒れですね本当に、まあ、試合後にも両チームの選手が揉める場面もあったりと、後味の悪い試合になってしまいました。そうですね、でも映像を見返しましたけども、どうなんでしょうというこの感じ、どうなんですかね、ですよ本当に一回倒されてるのかなっていう部分もあったんですよね、一回これ食らってるんですよ。まあでもそれはそれでイエローカードが出てるんですよね。 でもその後の頭突きですよ、頭突き、だから頭突きが良くなかったよね、頭だからですか。例えばさ、なんかこんなんやってベーンってやってたらまた話変わってたかもしれない、ってなったかもしれない、飲みなよとか言ってやってたらそれは昔の、それも昔の大久保選手ですけども、やっぱ頭突きっていうのはもう結構なダメージありますもん、だから一発目に押した人もあれが例えばグーでパンチしてたら一発目でレッドですよね。だから頭突きじゃなかったのよ大久保選手、飲みなよだったらよかった、本当そうですよね、もったいなかった、そうですよねじゃないですよね、そうですよねでもない、絶対に俺を否定した方がいい、基本俺間違ったことしか言えへんから我に帰りました、小島さんにかかってるからねこれ、頼むよ、ダメですよそんなの、いやでもあれは何とも言われへんなそうです、ね、また前半36分からなんですよね、そうですね、序盤でしたからね、ここでやっぱちょっとフロンターレも崩れちゃったのかなっていうのはありますよね。まあでもああいう、なんて言うんでしょう、一サッカーファンからすると、まあ、それはそれで大久保選手の悪いとこでもあるが、僕はいいとこでもあるというか、いいやっぱそういう選手って見ててちょっと楽しいし、そうですね、ボクシングとかもそうじゃないですか、やっぱりどっかちょっとこう悪い人がいてくれた方が場は盛り上がるみたいな、僕亀田三兄弟とか大好きやったんですけど、だ亀田三兄弟とかも怖いなんか印象が結構怖いでしょ、はい、あの子たちも僕仲良しなんですよ、へー、ね、コウキ君とこの間も飲みに行ったりしたんやけど、めっちゃ礼儀正しいからね、ギャップ萌えですね、ギャップ萌え言ったもん俺ギャップ萌えって本人にもうずっと敬語やし、ありがとうございますつって、僕がツイッターかなんかでし関係しててこう、はいはいはい、あのやり取りなんかさせていただいて、じゃあご飯でも行きましょうって行かないってこの間行ったら、はいはい、もう全然低姿勢、こんなんないよ、全然ないこんな感じじゃないですね、そもそもこんな感じないからね誰と間違えてんのかな見たことあるボクシングの軽量でこうやってる後期選手、ねえ、でも全然大輝くんとかもものすごい礼儀正しいし、やっぱ顔は似てるんですかね、顔何の顔、顔似てませんやっぱり、三兄弟、はい、似てるよそら兄弟やねんけど、何の話してんねんこれやっぱり顔似てるんですかね、見たまま似てるからそら似てる似てる、しかもサッカーでしたねこっちは、あそうかサッカーの番組か、いやでもね僕が言いたいのはそういうヒールなキャラクターもおっても楽しいんじゃないかな、そうです、ね、ただやりすぎは良くないよっていう頭突きじゃなくて、そうなんですよ、うん、あら、ちょっと思いましたけどもね、はい、そうですね、まあ、この試合の結果ですね、川崎フロンターレはこの敗戦でセカンドステージの首位から陥落となってしまう、はい、ついに陥落してしまいまして、はい、さらにここまで15得点を決めてチームを引っ張ってきた大久保選手が出場停止となりますので、そうなんですよ、これは厳しい、だいぶと厳しいですよね、柱じゃ柱ですもんね、完全にもやっぱり、そうですね、でも、まあ、中村選手がより頑張るんじゃないですか、そうですね、ここは引っ張っていかなくちゃいけないということで、いや本当にサポーターの皆さんも多分相当ねこの試合は荒れたと思うんですけど、うん、これでも分からないですよサッカーって、さすがにまあもちろんでかいですよ、うん、あの大久保選手がかけたことは、そうです、ね、だがしかしですよ、あのそれによって逆に士気が上がって、それは大久保選手が悪いとかじゃなくて、うん、大久保選手のために頑張ろうってなって士気が上がってより強くなる可能性も全然あるから、確かに、うん、埋めようって埋めよう埋めようって言って俺ら頑張るぜって、そうバラエティでも MC のコンビがいて一人が風邪でどうしてもインフルエンザで休んでしまった時、いない時よりも盛り上がったりするから気まずいですね、でもそれちょっとある意味休んでる人間は気まずいけども、結構気まずいでもそれもチームワークなのよ、サッカーと一緒、ちょっとあの人のために頑張らない、そこで数字下げたらあかんとかいう気持ちが働くわけよ、 AKB もそうだ、そらそら見ろ、ライブで誰かいなかったらどうだい埋めようと思います、俺見ろ、私たちが覚えてポジションを、そういうことですよ、 AKB もサッカーもバラエティも一緒、一緒、ほんまにお疲れさまでした、お疲れ様でした、ありがとうございます、なんでやねん、ありがとうございます、いただきましたよ小島さんのなんでやねんさあ盛り上がってまいりました、サンキュー、盛り上がった、ね、それはダメですよ、いいんですよいいんですよ、あれは直属の後輩ですから、岡田ネタなんで、岡田さんネタだから、ね、
から頑張っていただきたいですね。頑張っていただきたいですね。頑張ると思うんですよ、そういう意味で、はい、楽しみですね、うん、楽しみ、逆に頑張っていただきたいで、はい、またもう一個逆に言うとボロ負けしてしまったらやばいよね。だから絶対にもう悪くてもドロー。そうですね、もうでも結構、うん、あと5試合しかないので、うんうん、これもそうですね、年間もまだ1位ですけど、う、ね、もうだって下の浦和とはあと勝ち点2差なので、うん、早くなってきますので頑張ってほしいなと、大事だと思います、思います、はい、そして、はい、そしてですね、はい、その他の試合ではセカンドステージで上位につけている浦和レッズ、ガンバ大阪、はい、横浜 F マリノスがいずれも3対1で勝利しています、うん、ガンバ大阪はですね、ファーストステージでは6位と苦しんだんですが、うん、セカンドステージでは再び強さを取り戻して、チャンピオンシップ進出も、もう見えてますね、まあ、完全に一昨年のチャンピオンということで、はい、去年も準優勝ですよ、もう確実に上がっていきますよね、はい、これはもう強いチームですから、さすがですね、はい、ではセカンドステージの順位表を見てみましょう。いいよね、やっぱり、ね、こちらになります、うん、川崎が3位にダウンしまして、浦和が首位、ガンバが勝ち点2差の2位に浮上しました、うん、セカンドステージで萩原さんが、誰が萩原や、えめえせよほんま。いやもうあのね、可愛いから許すとかないからね、俺はそんなニコニコケケケケ笑われても、2回も今回に関しては萩原まで言うたから、マサトさん呼ぼうか、萩原マサトさん呼ぼうか、多分私、うん、もう漢字が、うん、多分もう萩に読んじゃうんだと思う。全然ちゃうやん、萩って、萩って草かんもりやで、奇変わかる、いや許さへんで俺可愛いとかそういうの、俺一応ゲストやねんから、本当にごめん、もういじめやんか。でも今のはわざとです。わざと、ほんまやな、飛んでもらおうと思って、頼むでほんま。梶原さん、ええ、梶原裕太さん、ええ、フルネーム大丈夫ですよ、はい、はい、梶原さんです。梶原さんが気になるチームはありますかね。もちろんね、僕は上位ももちろんそうなんですが、僕はやっぱり昔からそうなんですよ、あの下位のチームが気になるんですよ。お、注目ですね、ここも結構詰まってますね。もう今詰まってるでしょ、ぐちゃぐちゃってして、うん、だからまあセカンドステージでしたっけ、はい、とはやっぱトータルが気になるんです僕は。あ、この下位のグランパス、アビスパ、ベルマールと湘南。そうですね、では年間の順位表の方も見てみましょうか。いいですか、はい、こちらですね。だからもうこれが気になるんだ。そうなんですよね、相当厳しいでしょ、はい、アビスパ、まあ上の方は年間は川崎がまだ首位をキープしてるんですが、浦和との差は2位に縮まってしまってまして、さらにですね、このさっきも話したんですけど、下の残留争いを見てみますと、今節は湘南ベルマーレとアビスパ福岡の直接対決で、アウェイの福岡が勝利しまして、名古屋も新潟も敗れましたので、勝ち点差もかなりギュギュッと決まってきてますね。この辺の試合が僕ものすごい、まあ、失礼ですけど好きなんですよ、はい、もう興奮するというか、やっぱり死に物狂いでみんな、うん、だって14、13位、ジュビロまでは、うん、あのたこの棒、横棒じゃないですか、うん、キープの棒なのに、うん、14から18はもう上げ下げ、もうすんごいことになってる、すごい、もうすんごいことになってる、もう本当に。それは視力検査、いえ、調子がすごくいいです今日、コンディションが抜群でございます。梶原さんは、じゃあ回はどこが気になりますかね。気になるのですか、やっぱりグランパスがどうなるか、うん、やっぱり正直福岡湘南さんはね結構厳しいと思うんですよ、ね、残り5節でしょ、うん、もう連勝してもどうなるかわからないという状態ですから、です、ね、まあグランパスもそうなんですけど、やっぱりグランパスが気になりますね。うん、ここも詰まってますもんね。はい、まあ新潟も全然油断できない、甲府も、甲府ぐらいまでですかね。まあでも岩田も分かんない、まあ、上もそうですね、3つしか差ないですもんね。そうよ、だから岩田さんが岩田までですかね、もう残り5節全敗なんかしようもんならこれまた分からないですから、ね、そうそうそう、その辺がね僕結構こう、ね、注目して見てたりしますね、はい。そして、はい、そしてでは今節の活躍からフットボールチャンネル編集部が選んだベスト11を見ていきましょう、うん、こちらになります。そうですね、さあ今節では広島のピーター宇高選手が7度目の選出となっています、うん、はい、得点王ですからね、今18得点でしたっけ、はい、すごいね、さすがですね、うん、さあそして、それではこの中から選出された MVP を発表したいと思います。はい、J1 セカンドステージ第12節 MVP は、うん、じゃん、大宮アルディジャの江坂あたる選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。
さあ江坂選手はですね2対2の同点で迎えた87分のゴールを一度はファウルの判定で取り消されたんですが、うん、直後の89分に右サイドからカットインして左足で決勝のゴールをバシンとね、素晴らしいゴールですよ。決められてしまいました。僕やっぱりああいうの代表で見たいなって思いますよね。そうですね、あの決定力は素晴らしいですね。ディフェンスをかわして切り返して左で一線バーン、あんなんいいじゃないですか。しかも89分っていう、もうだんだんやっぱ集中力もね、周りの方で切れるタイミングでバーンと決められました。もうこれはもう MVP 素晴らしい、さすがですね、はい、はい、今後の活躍にも期待しましょう。そうですね、以上今週の J リーグ MVP 発表でした、はい。Fちゃん TV